こんにちは、レトスノーノです。2月18日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。他人と比べなくてもいい。比べるべきは昨日の自分。昨日分からなかったことが、今日分かったのであれば、それは一歩前進した証拠です。一見地道なことに思えますが、この積み重ねが合格を作り出すんですね。なので今日も一日頑張っていきましょう。それでは問1に入ります。借家人 B が、大家 A に無断で借家を転貸しても、A に対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情があるときは、A は賃貸借契約を解除できない、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは丸ですね。大家 A に対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情があるということは、背信行為とは認められない事情があるってことなんですよね。ここを言い換えると、背信行為はないよってことなんですよ。つまり、背信行為がないから、大家さん A は契約解除できませんよ。よって、答えは丸になるということです。で、この背信的行為って何なのか。これは簡単に言ったら裏切り行為なんですね。つまり、問題文見ると、裏切り行為はないと書いてあるんですよ。大家 A に対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情がある。認めるに足らないってことは認められないってことなんです。つまり、背信的行為と認められない事情なんですね。つまり、裏切り行為とは認められない事情があるということなんで、裏切り行為はしてないよって話です。だから、大家 A は解除できませんっていうことなんですね。それがこちらの下の部分ですね。背信的行為と認められない場合、つまり裏切り行為とまでは言えない場合は解除できないと。一方、背信的行為と認められる場合、つまり裏切り行為と言える場合は、無断転貸を理由に解除することができると。大家さんは解除できるよってことですね。まあこれ判例なんですけども、まあ常識的に考えたら納得いく内容じゃないのかなと思います。で、ここでですね、裏切り行為ってじゃあ具体的にどんな内容なのというところまでは考えなくても大丈夫です。理解学習を勘違いされている方っていうのは何でもかんでも理解しようとするんですね。で、それは実は違うんですよ。理解すべきところは理解して、理解しなくていいところは理解しなくていいんです。そして今回の裏切り行為の具体例、ここまでは別に理解しなくてもいいです。理解すべきなのは言葉の意味ですね。今回で言うと、背信的行為と認めるに足らない特段の事情がある。これどういう意味なのか。今何回も言い返しましたよね。そういった内容をちゃんと理解するってところが、理解学習の一つになりますので、ぜひ行っていきましょう。では問いですね。A が転売目的で反復継続して、宅地を購入する場合でも、売り主が国、その他、宅地建物取引業の適用がないものに限られているときは、A は免許を受ける必要がない、丸か×かという問題です。答えは×ですね。A は免許を受ける必要があります。で、A は宅地を不特定多数のものから反復継続して購入するわけですよね。今回国とか、その他宅建業の適用がないものから、まあ、地方公共団体とかなんですけども、そういったものから購入する。つまり、国、地方公共団体って限られていたとしても、まあ、たくさんある、いるわけですよ。まだ地方公共団体以外にも、宅建業法の適用がないものっているんですよね。住宅供給公社だったりとか、ま、いろいろありますので、結局はこれ不特定多数になるわけですよ。したがって、宅地建物取引業を行うっていうことになるから、A は免許が必要だということです。で、国自身は例外なので、宅建業を行う場合も、宅建業の免許は不要です。国自身ですね。あと地方公共団体。地方公共団体自身も、宅建業の免許は不要だけれども、国とか地方公共団体とかと取引するものは例外ではないんですね。なので、宅建業を行う場合は免許が必要だということです。で、これくらいで引っかかっていてはいけないんですね。これ考え方をちゃんと知っていて、それを使うことができたら、これ絶対引っかからないんですよ。この一点っていうのは重要なんですよね。ここで引っかかっていって失点する方っていうのは、引っかけ問題でもう3点4点も失点するんですよ。で、そうなってくると、大体不合格なんですね。で、引っ掛け問題に引っかからないためにも、考え方、解き方を頭に入れる必要があるんですね。つまり、理解学習をする必要があるということなんですよ。だから、個別指導ではそういったところをお伝えしてるんですね。合格するためには、ちゃんと考え方、解き方をしっかり頭に入れる。そうすれば、引っ掛け問題に引っかからないようになる。
だから合格点を取ることができるっていうことなんですよ。いや、そういったところを個別指導ではお伝えをしております。で、問3ですね。開発許可の申請書には、開発区域内の土地、または建築物の権利者全員の同意を得たことを証する書面を添付する必要はない、丸か×かという問題ですね。答えは丸です。全員の同意は不要です。開発許可の申請書には、相当数の同意、これを得たことを証する書面を添付しなければなりません。つまり、相当数の同意書を添付しなければならないということですね。全員の同意書までは必要ありませんよということです。で、相当数ってどれくらいの数って思われるかもしれないんですけども、ここまで考える必要はありません。そのまま相当数と覚えれば大丈夫です。で、無駄な知識っていうのはできるだけ頭に入れない方がいいです。まあね、気になる方はこの相当数ってどれくらいなのって考えてね、調べる方いると思うんですけども、そこまで考える必要はなくて、もう必要な知識のみ頭に入れていくってことが重要なんですね。これがもう合格への道です。何でもかんでも理解しようとすると、もう逆に非効率になっちゃうんですよ。理解しなければいけない部分は理解しなければいけないけども、理解しなくていい部分は理解しなくてもいいんですね。で、今回のこの相当数っていうのは理解しなくてもいいので、もうそのまま相当数と覚えちゃいましょう。今日も最後まで動画ご覧いただきましてありがとうございました。明日も動画アップさせていただきますので、ご覧いただければと思います。レドスの小野でした。